ヨーロッピアンツアーを何カ国行きました？今はヨーロッパは結構行ったかな。何月から始まったんだっけ？オーストラリアからだから2月だね。2月から。オーストラリアとかモロッコとか、フィンランド、チェコ、スイス。試合は何回出た？何回だろう、3回4回とか。どう遠征の厳しさ。いやとりあえず時差と時差移動距離と体力の消耗はだいぶしました。言語が違うとか環境とか。英語通じないの？ヨーロッパとかあんまり。いやー、やっぱフレンチとかがメインで、まあ、一応英語も通じるところもあれば通じないところもある。だからやっぱり世界はまだまだ広いなと広い英語と日本語じゃダメだな。あれ練習の拠点は？オーランドです。オーランドで。オーランドでの一日は？オーランドでの一日は、まあ、試合がない日とかだったらもうトレーニング行って練習してみたいな感じですね。どういうトレーニングですか？自分結構下半身っていうか左側が弱いので、その筋力トレーニングとか。左側だけ鍛える？まあ、バランスよく鍛えるけど、主に左側が可動域とかが狭いから。ゴルフやってるから。いや、もともと股関節とかも結構左の方が可動域が狭い。困ってます。練習は？練習はどんな感じやってんの？自分は結構ショートゲームが多いですね。ショートゲーム今はだいスイング改造してるから、スイングの練習も。ヨーロピアンツアー戦ってみてどうですか？いやまだまだだなっていうのですね。選手層は熱いですか？熱いでしょ。いやそれはね、パワーも違うし体格も違うし、だからやっぱどれだけ自分のゴルフができるか。こういう真面目な感じに答える感じ、はい、大丈夫ですか？コースはどうですか？コースはやっぱりその土地によって全然違う。芝も違うし、どこが一番良かったですか？いやモロッコは良かったです、意外と。あモロッコ、なんかアフリカだから結構みんな行かないけど、とってもやっぱゴルフ場とかホテルとかはそれだけお金をかけるので、とても綺麗に整備されていていい感じ。おすすめ。意外と穴場スポット。めっちゃ暑いですけど。暑いんだ。暑い、だってラクダとかいるんだよ。あそっか。でも乾燥してる感じ。そうだね。だからゴルフ場にラクダとかいたりする。あ、そうなの？野生？ラクダだみたいな。野生のラクダいる。いやなんか飼ってるラクダもいるし、まあ野生っていうかこうなんていうかな。ラクダの団体が。オーストラリアはオーストラリアでカンガルーがいっぱいいるし、野生の。逆になんか悪かったコースみたいなのあった？いや、 やっぱ北欧の方はまだ寒かったから、芝がやっぱ雪解けたばっかとかで芝がまだ傷んじゃってて、多分もうやっぱ8月9月になるとやっぱゴルフ場も良くなってくるのかなっていう。ちょっと寒すぎて。寒すぎて多分芝が追いつかない。何度ぐらいだった？いやもう10度以下。マジ？いやもうほんと0度とか震えた。きついねそれ。きついきつい。あるある。新エピソード的な。まあモロッコの時にキャディーがティーグランドに来ないっていう。マジか。あれなんか自分ティーオフするのに、あれキャディーさんがいないみたいな。しかも自分でゴルフバッグも持ってっちゃってるから、いないって言って、そしたらこうランチを持って、こう涼しげな顔で、あーみたいな、いやもう打つからみたいな、名前も呼ばれてるしみたいな。ペナルティ大丈夫だった？大丈夫ですね。もうギリギリ走ってパンと一緒に私のクラブ持ってきましたっていうのは。さすが海外って感じだね。チンエピソードめっちゃあるよ。本当？もうマジみたいな、やっぱ海外ならではの。ありがとうございました。はい。